今日のディナーのポイントは、ディナーのポイント何ですか。髪型かわいい。かわいいですよ。あら、ディナーに合わせて。はい、かわいいです。ちょっとセクシーな感じで。本当だ、夜景と。あ、ガラスです。楽しみです。乾杯。
すごい、結構レモンだよ。念願のレモン。普通がめっちゃ綺麗。ね。ちょっと違うんだ。どう？超おいしい。レモン？うん。でもレモンのザ・レモンっていう感覚よりはネギの、あの美味しさの方を先に優先してくれる感じ。でも爽快感があるからやっぱりさっぱりした感じも後で来る。マジ？でもチーズが入ってるから重みになって美味しい。うまいね、食レポ。私は次の料理で食レポするわ。ナミオローネ、いただきます。見て、卵が。うわっ、デザート前の最後の食事でしょ。ナミオローネって何？そもそもちょっと待って。過呼吸になってる。はい、ではルームツアーをしたいと思います。お願いします。はい、もうなんかこの色味がさ、おしゃれじゃん、ベージュ、うん、越しにちょっとこの部屋が映ってめっちゃ写真映えするんだよね。さっき撮ったよね、うん、撮った。わかるかな。あ、ほらこんな見える。すごくない？景色がすごいんですよ。見てください、ここ角部屋なんですけど、見て。え、ってかこれイルミネーションずっとやってるの？冬の場合、冬の期間。冬の場合。すごい開放的。うわー、綺麗。朝とかめっちゃ綺麗そうじゃない？起きた瞬間。この曲線がいいですね。超おしゃれ。間接照明がおしゃれ。見て、めっちゃおしゃれ。鏡がめっちゃ可愛いね。ね、なんか一個一個のインテリアがすっごいおしゃれ。うん。あと色味がすっごい好き。うん。なんかシンプルなんだけど、うん、その中にちゃんとデザイン性がある。そう、デザイン性がある。綺麗ですね。やっぱ新しくできたホテルって大好き。確かに、それはすごいわかる。ちゃんとさ、浴槽も広くてさ、うん、手すりもあってさ、で、この上からのシャワーのやつもあるし、うんうんうん、ちょっと海外チックね、ちゃんと最高。ということで、お風呂に入って質問コーナーの準備をはいしたいと思います。うっとうしい。今やばい、もう一回、もう一回。準備をしたいと思います。え、知ってる？ D 鍋でさ、やばいやつでさ、1個これさ、手すり、あのさ、うん、パレードのさ、乗ってるやつ、乗り物にさ、こういう手すりとかあるじゃん、うん、で、こうやって振ってるじゃん、うんうん、D 鍋で、その手すりにこうやって中腰になって捕まって、うん、こうやって横移動してる。ちょっと待って、一回それ、反対側から撮っていい？マジ、サイエンスだし、D 鍋の動画お願いします、ちょっとパレードで普通さんだってキャラクターとかって、こんな感じじゃん。あ、すごい。他のキャラクターのモネネだったみたいな。D鍋で一人だけ。いや、し、自分の手で掃除してるんです。実はやべえよ。はい、以上、動画の紹介でした。タブレットで電気ができるんですけど、今暗めなの。夜景っていうのを押すと、じゃん、すごいよ。なんておしゃれなの。はい、チーズ。引きもかわいい。
そう、いいよ、好きなの使って。かわいいよね。こっちにしてみる。えー、何？一番これは保湿と鎮静が必要な時、メイク後だから。あ、確かに鎮静の方がいいかな。選べるのめっちゃいいね。いいよね。今日何にしようみたいな。わかる。しかも日によって違うじゃん。トゥルントゥルン。えぇ、ー、うわぁ、ほんとだ。すごい。私も一緒にしようかな。うん、しよう。しかもさ、この1種類に対してさ、じゃあ4枚入ってる。あ、そうそうそう。そうそうそう。なんかすごい、PR みたいにめっちゃこの話してるけど、普通に私が持ってきたやつって。肌の救急箱持ってきたよ。毛穴、肌のキメの乱れが気になるとき、うん。引き締めてくれそう、いいですね、お風呂の。うん、かわいい。色かわいい。みんなのさ、うん、パック事情知りたくない？え、確かにおすすめのパック知りたい。うん、薄いけど、すごいね。液がしっかり。ああ、そこら。よくのさ、パックの肌なじみすごくない？元からこの顔ですみたいな。なじみ方えぐくない？パックすぐ剥がす人なんだ。マシティ？やば、こんな布団入って調子やん、こんな。ドレッシング美味しいの？ドレッシングめっちゃ美味しい。え、和風にした？うん、した。もちろん一番好きな料理は、うん、いい、めっちゃ好き。新幹線の中で食べれるような、うん、ああいうおにぎり屋さんのおにぎり大好きなんだ。品川駅にあるおにぎり屋さんも美味しいので駅中？駅中、駅中。あ、美味しくない？わかります。こんだけ開けてたら海外来た気分。うん、ここまでいい。こういうさ、ちゃんとしっかりしたホテルだとさ、うん、ドライヤーとか完備されてるのもわかるしさ、うんうん、いいドライヤーものわかるんだけどさ、海外もそうだけど不安なんだよね。ドライヤーめっちゃ風流弱かったらどうしようみたいな。海外あるあるじゃない？マジでさ、ほんと何これみたいなドライヤーあるじゃん。そう、だから持っていきがちなの。うん、わかる。週間分の朝ごはんです。すごい量だね。うわ、うわ、じゃーん。有機納豆ですか？めっちゃいいじゃん。ね、旅館の朝ごはんとか大好き。あ、大好き。よいしょ。味噌汁美味しいよ。じゃ、納豆好きなんだけど家で食べなくてさ。うん、なんで？ゴミ箱の中にその納豆のゴミを入れるのが嫌だ。ああ、そういうこと。だからもう納豆をなんか1個の球体みたいにしてもらって、なんかポッて口に投げ入れてとかっていう食べ方ができるならしたい。怖い、どうも逃げて。かわいい。それもおばさんだよ。